なぜめくり合うのかを私たちは何も知らない。いつめくり合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だっての糸はあなた、よこの糸は私、掘り出す布はいつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の鳩のささくれ、夢追いかけ走って転んだ日の鳩のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中、なでの糸はあなた、よこの糸は私、掘り出す布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。今日は初なんですよ、娘とやるの。俺の時1個も緊張してくれだって顔で笑わせてくれはるやんか、ミリアの場合はもう雰囲気的に笑わんのしゃあない雰囲気がもう会場に伝わってるんでね、それがいいなっていつも思うんですけどね。さあ難しい歌ばっかり娘が選んでるので大変なんですよ。年老いて、そう
つかないくらいよ。そう今が何より大切で、スピードを通したメリーゴーラー、悪魔の盾が身が揺れる。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ、流れ星だ生涯忘れることはないでしょう。生涯忘れることはないでしょう。すぐる春凛と立つのは空の青い夏、袖を風が過ぎる秋中、そう気がつけば真横を通る冬、強い悲しいこと全部心に残ってしまうとしたら、それもあなたと過ごした印、そう幸せに思えるだろう。息を止めて見つめる先には長いまつげ揺れてる。少し癖のあるあなたの声耳を傾け、深い安らぎ酔いしれる私はカブト琥珀の弓張りつき、息切れすら覚えることを、生涯忘れることはないでしょう。迷子になっておりました。えらい申し訳ございません。すっごいよね。だからこのマスターが僕よりも一つ下なんですよね。でもう62ですから私、はい、もう大変なんですよいろいろ。もうすぐ物は忘れるし、トイレ近なるしとか、はい。
そうです。あ、よろしくお願いいたします。それはあのうちのお母さんに言っていただいたらそんな感じが。じゃあちょっとやってしまいましょう。気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんってずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のこI'm not afraid to die.